こっち側っすね。あ、カリウッドだ。ストーリーを。肌が雪のように白いな。日光が怖いのか。いや、ここで何が起きてるんだ。やっと援軍が到着したか。もうちょっと大人数を期待してたんだが、優秀なんだろうな。できるだけのことをしよう。よし、この場所には山賊がうようよしている。片付けようとした仲間がすでに何人かやられているんだ。ブリュリドの仕業だと思う。王が亡くなってからお互い反目し合っていたから。でも俺の家に侵入して家族を誘拐するなんて。うん、反目どころの騒ぎじゃないようだが。傭兵の割には質問が多いな。いいから中に入って門を開けてくれ。そうすれば助けに入る。やってみよう。もっと助けになれればいいんだが、最後の攻撃が失敗に終わってね。あれが残っていた最後の力だったんだ、幸運を。なんだ。レトバの監視所。これさっきもう解放しましたよ。ああ。ブリュリド。ならず者の魔術師で、この戦争が始まるとすぐ逃亡したんだ。奴を突き出したが、どうやら脱走したらしいな。それでこの有様だ。うんうん。んオッケー、まあせっかくだからやっとこうか。いっぱいあるな。ただこれもさっきやっちゃったんで簡単にクリアできそう。何をやったらいいんだ。ちょっと待って。裏口を使ってトレバの監視所に近づく。裏口。開いた。裏口ってなんだ。全く理解ができん。あ、ここか。ここ行くと
さっきの内部に入れるってことか。いやもうクリアしたんだからいいんじゃない。ダメなのかな。商売女め、あれは俺の子供じゃない。別の誰かの嘘をついていると気づくべきだしようとしてる。強えな。今のは何？マジカが足りんって言われた。勝てると思ったら大間違いだ。なあ、やっぱだったな。母ちゃんの財布みたいに腹をギリギリにかっちゃばいてやる。死体から抜く方がずっと簡単だからな。今度は懸賞金を払って。何？よし。え、ではないぞ。スミルに。ボス。運が良かったな。どうする。クソ、やっぱ強いぜ。世界から盗む方が自分さんざんだからな。いや戦いにならん。一旦出よう。このドラキュラの吸血鬼の病気が治ったら来るようにするか。あとはレベルがなんか低い気がするんですよね。まだもっと上げらなあかんな。ちょっと敵をバシバシ殴り倒していくか。よし行こう。この川に沿って進んでいこうかなと。よいしょ。さすがに狼じゃレベル上がんないな。
オッケー。家があると。隠れが。なあ、俺はただの見張りなんだ。あんたの探してるものは中にある。怪しい。怪しいな。この人か。私は何も持ってないわ。スクーマが欲しいなら下へ行ってよ。怪しいな。下に行ってよ。仕事があるなら構わないが、そうじゃなきゃ消えな。スクーマが欲しいのか。じゃあ横手に回って中に入れ。落とし戸の奥に部屋がある。どこのこと言ってんだ。仕事があるなら構わないが、そうじゃなきゃ消えな。スクーマが欲しいのか。じゃあ横手に回って中に入れ。落とし戸の奥に部屋がある。これか。なんか狙われるんじゃないの。待て。追いはぎとか。下に降りるなら武器をしまえ。さもないと仲良くすることになるぞ。中に入るなら妙な気は起こすなよ。なんか怪しい雰囲気が。何なんだここ。嫌な目をしているな。何かに飢えた不気味なものを感じる。やばそうだな。今いいや。やばいとこには今行けねえ。とりあえずこの吸血鬼を直したいんだよ。それ以外ならさっさと消えて。買い物。何か売ってるのか。めっちゃ咳込んでたよな。怪しすぎるぞあの場所。お、また。トロールか。もう一体。心臓をえぐり出してやる。ごめんちゃい。もう一体。
なんだここは。もう一体なんかいるっぽいんですけど、あれか、どこだ。ここをもう少しこんな感じで。ここ越えると来たよ。砦で。ゴールデングロー農園。いや結構でかいなここ。上がれない。わあすごいな、ここ砦でもあるし、どうやって中入っていいんだ。こっからか。うわーすげえ。ちょっと走れないのが辛いな。船もある。ここ、あ違うな、こっからまだリフテン先にあるのか。へえ。じゃあちょっと軽く話できない？何か用か？入りたいんだが鍵が必要です。入れないみたいですね。いや敵めっちゃおるな、あそこにも。今はそっとしとこう。
ここは農場。あら、怠けるな。交渉できるなんて思うなよ。あの嫌な店主たちとは違う。当ててやろうか。誰かにスイートロールで盗まれた。すごいな、みんなに守られてるね。何か欲しいなら売るものはないよ。リフテンに行った方がいい。少し稼ぎたいなら収穫の手伝いが手頃だよ。じゃあな。夫とはつい最近結婚したの。おめでとう。私はシロディールの生まれだけど、家族と喧嘩して家を飛び出したの。へえ。リフテン、リフテンってどこ？この先か。やっぱここがリフテンか。入れんのかな。うわー、でっかいな。ホワイトラン以来これぐらい大きな城塞都市っていうか。あ、ソリチュードもあったね。お前れ、下がるんだ。はい。リフテンに入りたいなら北門を使え。ここは閉まっている。何があった？北門を使えとバカどもに言う。それが命令だ。特別扱いをしてもらえないだろうか。ダメだ。北門を使え。さもなければ他の町へ行け。盗賊ギルドの本拠地リフテンにようこそ。奴らは盗賊のふりをしているだけだ。ただの悪漢さ。ラットウェイをうろつく害獣なんだ。かしこまった。じゃあとりあえず北側行きますか。北門、ここぐるっと回らなあかんね。北だからここじゃないな。もっともっと北だ。まあ いや、とりあえず今回はここまでにしとこうかなと思います。まずリフテンに入るためには北の門から入れということなんで、ちょっとこのね、城壁に沿って北に向かいたいなと思います。あ、馬もあるな。この辺、あ、馬だ馬。止まれ。あんた聞いただろ。リフテンに入りたいのなら訪問者税を払ってもらう。なんでだよ。この町に入るという特権のためだ。問題ないだろ。ふざけんな。どう考えてもゆすりだな。わかったよ。大きな声を出さないでくれ。みんなに聞かれたいのか。通してやるから、その門の鍵を開けさせてくれ。相手を見て、相手を。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。